新千歳空港の一角に人だかりがあります。ゴーグルをつけた人が何かを見つめています。あ、何か触りました。新千歳空港国内線ロビーの一角、ゴーグルをつけた人たちが何やら楽しそうな表情を浮かべています。ゴーグルをした人の目の前には空港ロビーを歩き回る恐竜が、全長およそ8メートルもの恐竜が所狭しと歩いています。どうぞあちらをご覧ください。恐竜見えてますでしょうか。もう現れましたよ。あ、お尻が見える。空港恐竜が歩いてます。おお、こっちにも来ました。すごい。あ、触れる触れる触れる。 There are dinosaurs walking around. That's so cool. あ、パクガンがありますね。すごい。恐竜を出現させているのは MR という技術。 MR は複合現実、ミックスドリアリティの略で、現実の空間と仮想空間を重ね合わせた世界を作り出す技術です。単純に恐竜を映し出すではなくて、やっぱり動きをつけたり、あとはやはり楽しんでもらうために少しデフォルメさせていただいたりっていう部分を、加減ですね、そういった部分は少し苦労しました。恐竜のモデルになっているのは、むかわ町保別で全身骨格が発掘されたむかわ竜です。空港にむかわ竜を出現させる企画は、大手旅行会社 JTB によるもの。その狙いは外国人観光客の誘致です。むかわ竜の世界を MR で体験することで、むかわ町に興味を持ってもらおうという試みなのです。 If I got the chance, yes, why not? I think we'll try it if we have time, like I said. If we have the chance. 多分これでむかわ町とかむかわ竜ってものを覚えていただいたと思うので、リピーターの方たちがまた今度北海道に来た時にむかわ町行ってみたいなと思っていただくっていうことがすごく大事だと思っているので、全国の地域においてもそういった事例をどんどん作っていき、地域活性化に貢献していきたいと思っております。